どうも皆さんこんにちは、のりまんです。先日はですね、両方の翼を折って飛ぶという動画を上げてみましたけれども、皆さん試してみられましたでしょうか。こんな感じですよね。で、これでもですね、刺激が足りないよという方のために、今日はもう最後の手段、とっておきの方法をやってみたいと思います。よろしくお願いします。12時を超えると翼が折れてしまうんですけれども、片翼だけ折るというのをやってみますね。やり方としては、スピードを目いっぱい出した状態でロールをかけながら上昇すると。そうするとバレルロールですね、この状態でオーバージュをかけていくと、これです。あー、無理無理無理。ではもう一度やってみますね。しっかりスピードが乗ったところでロールをかけながら、これはですね、確実に操縦不能になってしまうんで、あ、これですね、これこれ。まずスピードを落として、エンジンアイドル、あとコックピット、わあわあ、これでですね、うまいこと操縦が効けばいいんですけど、これ難しい。アンコントローラブルね、これ難しいんですよ。昔 F15 が事故で片翼を失って、それで着陸をしたっていうエピソードがあるんですけど、それをね、一回再現してみたいんですよね。でしっかりスピードを乗せて、700ノットぐらいで引き起こしてみましょう。はい、7秒を超えて、1回じゃなかなかいかない。よいしょ、これでスピードを、とりあえずスピードを落として、回転を上げて、あ、こっからが難しい。いやこれがですね、超刺激的ですね。ぜひね、DCS ワールドの F15 で片翼を失ってうまく操縦できますよっていうノウハウをお持ちの方がいらっしゃったらですね、ぜひ教えていただきたい。本当にね、何よりも難易度が高いかなと思うんだけど、かっこいいなー、やっぱなー、 F15上昇しない、よいしょ、ある程度行動をとって、回転を止めるところまではできる。回転は止まるけど、こっからですね、こっから、あー、油圧、あー、スピン、実際に翼が折れた状態でフライトしたパイロットの記録を見るとですね、加速したら操縦が使えるようになったっていうところも書いてあったんで、今度はスピードを落とさずに飛んでみようと思います。じゃあここからオーバージュ、さあ逆スティックを逆に振って、逆に振るけど、お、止まるか、お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 、でもコントロール効かない。ダメだ、ダメだ、ダメだ。
他の機体の場合はどうかっていうところなんですけど、 F16 で700ノット最大引き起こしやってみます。ちょっと増装とかついてるのに700ノットまでちょっと厳しいかもしれないですね。もう660ノット超えてるので、この辺で引いてみようかな。はい、スティックフルアフター 9.10G 近くいきますけど、フライバイワイヤーがついてますので、さすがですね。全然翼が折れる気配がない、オーバー G になりません。すごい33もフライバイワイヤー装着の機体なんですよね。カナードがついてる関係で人為的に操作するのは難しいらしいですね。フライバイワイヤーの助けを借りて操縦をしていると。はい、じゃあフルアップ。オーバー G になりましたね。もしかするとフライバイワイヤーがついてるけど、スホイ33はリミッターがかからないのかもしれない。もう一度2000フィートぐらいで引き起こしてみます。よいしょ。おお、効くか、操縦効くか。あ、いけるかな。あ、無理無理無理。と真横に飛んでますね。おお、なんじゃこら、なんじゃこら。はい、今度はすごい25でやってみますね。こんだけ爆弾積んでて、しかも古い機体ですから簡単に折れるんじゃないかなと思います。すごい25、なかなかスピードが乗らないですね。加速に時間がかかる。400ノットぐらいで行ってみようかな。はい、スティックフルアフター。意外と折れない。思いのほかスピードが乗らない影響もあってか、すごい25、翼折れませんでした。今回はですね、結局あんまりうまく着陸などできなかったんですけれども、こういった動画面白いと思ってくださった方は、ぜひいいねやチャンネル登録などお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。